どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレールのガズでございます。本日はこれドン鬼滅の刃主題歌ホムラの後編バージョンのレッスン動画になっております。今日はちょっと難しいですよ。ちなみに前編のバージョンもあります。このね、前半のバージョンはですね、初心者でもなるべく簡単にできるようにしてるんで、まずそっから見ていってくださいね。はい、まずこの曲の初心者レッスン動画の方、前編はこちらの方にリンク貼っています。ここからまず見て戻ってきてくださいね。はい、今日はだから超難しいよ。今日は何が難しいかというと、この曲転調があるから見慣れないコードいっぱいということでございます。詳しくはその1見てくださってる方だったと思うんで、今日も早速、この中でも今日転調ありのバージョンの中でも簡単バージョンとかっこいいバージョンやりますからね。はい、まずはじゃあもう早速やっちゃう。見慣れないコードたっぷり出てきますが、途中でしっかり解説していきますので、転調が出てくるからね、最初は簡単だよ。途中からコードしっかりチェックしておいてください。それではやってみましょう。リサさんの歌うホムラガズレレ流シンプル簡単バージョン、転調ありバージョンやってみる。 1, 2, 3, 4 1, 2, 3. さよなら、ありがとう、声の限り悲しい。旅の途中で出会い、手を取り、そして明日、未来のために夢が一つ叶うたり、僕は君に笑うだろう。強くなりたいと願い泣いた決意を腹向けに、いかがだったでしょうか。見たことないコードばっかりでしょ。これはなかなかもうですね、相当努力が必要でございます。でもまあこういうのもちょっとたまにやってみるとですね、世界がまた広がるかもしれないということで、はい、見ていきましょう。これなんですけど、今これいつも映してるですね、これガズクラブでゲットできますからね。ガズクラブっていうのは毎月660円のクラブ活動費をいただいて、この楽譜が毎月5曲皆さんのお手元にダウンロードできるという画期的サービス、ぜひ皆さんチェックしておいてください。それじゃあ見ていきましょう。ここまでは、前編と同じシンプル簡単バージョンのコードなんですけど、今日ここの B メロのここの F マイナーからここで転調するんですよ。でここの1行で転調するでしょ。はい、そしたらですね、サビ、そしたらまたここでも転調するんですよ。転調が2回あるということでございます。はい、なんでまずここからコードが変わってきますから、これちょっとまずメモってください。はい、ここからここまではね、まあまあこれも一応映しとこう。これ一時停止して書いていただくか、動画のテロップを一時停止して書いていただくか、あとはこのガズクラブに入ってゲットでもしてくださるのもいいと思います。ちなみにね、前編はこっちやったんですよ。はい、今日は後編だからこっちをやります。転調ありバージョンね、F マイナー、これ見たことないコードいっぱい出てくるよ。こう下のくるっと囲ってるやつは、かっこいいバージョンで弾くコードですね。これややこしいな。転調ありバージョンの方の簡単バージョン、かっこいいバージョン。上の段は簡単バージョンです。はい。はい、この辺も見たことないやつばっかりコードね。はい、こんな感じです。そしてここも最後、これ短いね、まずショートバージョンですからね。まあ、前回もそうだったんですけど、その中でも山盛りですから。はい、じゃあ出てくるコードどんどん見てまいりましょうということです。はい、いいですか。まずこれ、まずね、 F マイナー、これ順番にいこう。 F マイナーと G マイナー7セットと置いていきましょう。 F マイナーっていうのは押さえる場所ここと
こことここ。これよく出てくるね。はい。こうやって押さえるのが教科書通りですよと。はい。わかりますか？はい。で、ガズの場合はこの部分をこう親指で握っちゃいます。これどっちでも押さえやすい方、人それぞれでいいと思いますよ。はい。これどっちにしろ押さえづらいコードなので、いろいろ自分ではどっちが押さえやすいかな試してください。あと Gm7 っていうコードは、押さえる場所、こことこことここ。こんな風に押さえるのがいいと思う。このぐらい反り返る。一弦これ、一弦と二弦1フレットなんで、こうやって反り返ってちょいと足す。これができるとすごくいいなというふうに思います。はい、どんどん行きます。今日めちゃくちゃコード出てくるもん。次はね、これ、この辺はね、3つセットでいきます。G シャープ星と A シャープ星と G。これちょっと見といてくださいね。はい。まず G から。G っていうのを押さえる場所、こことこことここ。これね、こうやって押さえるのがいいんですよ、G って。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦。この形いいと思うんですけど、まあもちろん、これでもいいですよ。4弦以外をこうビチャッと押さえて、ここを立てる。はい。これが G です。はい。で、この形のまま、一個こっちにずらします。よいしょ。これが G シャープ星ですね。はい。OK。で、この形のまま、もう2個こっちにずらす。これが A シャープ星という風になります。これ連続でやってみると、G から G シャープ星。こんな風な説明になるんですけど、この星がついてるコードっていうのは、本当はちゃんとした正式名称があるけど、なんかもうややこしくなりそうなんで、ガズがちょっとよくわかんないけど、これはすごく簡単で押さえやすいよという時に使われるコードなんで、ガズレレ以外で F 星とか言っても全然わかんないんで、ガズレレだけの世界観ですからね。はい。一応ガズの中でこれ G シャープ星、A シャープ星ということでやっております。オリジナル感、オリジナル感、炸裂です。はい。で、ここが出てきたこれ。見て、B マイナーというコード。これは難しい。これはどうやって押さえるかというとですね、押さえる場所はこことこことここと、ここなんですよ。つまりここ3つビチッと押さえて、ここをこうやって立てる。それがもう2フレット全部押さえちゃって、ここをこういう風に押さえるっていう。こういう風に指1本で押さえるのを制覇とかバレーとか言うんですけど、まずですね、これコツがあって、ここ絶対にここにスペースがないと押さえられないです。握り込んでる人はここ、これできないんですよ。だからまあこういう風にクラシックフォーム、数がいいところのクラシックフォームに変えて、ビチッと押さえるわけですよ。ここでビチッと全部押さえちゃうわけね。はい。で、ガズがよく思うのは、ここにはね、関節があるんで、ちょっとこっちの方が、この面よりもこっちの方が平らなんですよね。なので、気持ちですよ。こっちに向けといた方が、安定するんじゃないかというふうに思います。そして親指と一緒にこうギュッと挟み込んで、さらにテコの原理で引っ張り込むのを使うと、これ結構いいと思います。こうやって押さえて。Bm。これはね、なかなか出てこないコード。あと、これはね、結構楽ちん。A というコード。A。A 押さえる場所は、こことここですね。こことここ。はい。はい。ね。あ、じゃあ、そうだ。これ、コードダイアグラム出てきます。次、D です。D もね、なかなか出てこないです。押さえる場所はね、こことこことここです。一弦以外、こことこことここと。こんな風に押さえるのが定番ですけど、これ、男性だと指がちょっと入りきらないなという方は結構多いと思うんですけど、ちょっとチャレンジしてみてもらって、裏技としては、人差し指でこうやってやって、一弦をこうやって、このぐらいギュッと反れる人はこれでもまあまあいいと思うんですけど、結構リスクはありますね。これ一弦が触れちゃうリスクがあるんで。まあこれで抑えられればいいかなというふうに思うんですけど、この狭いところですからね、ここにこうなんとか入れてもらうと D はいいかなと思います。はい。そしてですね、はい。これが難しいんだな。F シャープ。F シャープというのはですね、これもさっき Bm で出てきた制覇をやっぱ使うんですよ。1フレットです。1フレット全部押さえといて、さっき制覇ってやったでしょ、これ。これで、ここを、白いとこだと思って F を押さえるっていうイメージかな。はい。F ってこうじゃないですか。で、この白いとこが1個こっちにずれたって、この棒を、白い棒を人差し指が再現してるっていう。はい。こんな感じですね。これ F シャープ。だからこれもね、テコの原理でギュッと引き込むパワーも使わないとね、一弦綺麗にならないと思いますね。はい。その次が、これはね、C シャープ75。名前がすげえ。C シャープマイナー75。名前がすごいけど、これ結構簡単だよ。はい。これは一瞬出てくる。押さえる場所は、だから1弦の2フレットと A7 のところだね。これが、なんとも言えない響き。これ転調してるからね、なんかちょっと、いつもとさらにね、雰囲気が変わるんですよ。これ C シャープマイナス75。長えという感じですけどね。で、あと、かっこいいバージョンではね、もう一個だけちょっとね、A のディミニッシュ、これもガズレレオリジナルの解釈なんですけど、ちょっとこれどうやって使うかって解説した方がいいと思うんですけど、さっきのね、このね、G と A シャープと G シャープ星、G シャープ星、A シャープ星、G のところの流れで出てくるんですけど、ちょっとやってみるとですね、曲の中で言うと、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのにのところで出てくるんですけど、G シャープ星から G シャープ星ってこうだったじゃないですか。
ここのところ押さえたまんま小指見て、はい、小指ね、これ押さえると、A ディミニッシュになるんですよ。の響きを再現できる。正確な押さえ方じゃないけど、これガズレレが考え出した押さえ方です。つまり、ここと、この3つですよね。はい。これちょっとそこやってみると、ワン、ツー、スリー。読み立てた光がまだ胸の奥に熱いのに。わかった ?G シャープ星から、これ、だんだん上がってくる感じ。シンコペーション、ここもちょっと難しいところですね。はい。このコードを使っていきます。これでやるわけだから、ちょっと今日、いくつあるんだろう ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 個のコードが登場します。転調するってことはこういう曲で。で、転調っていうのは、よく一般的にあるんですけど、1曲の中で2回とか3回転調が出てくるっていうのは、結構珍しいと思うんですよね。しかもこれ、歌メロがね、そこにうまくこう、混ざってくるんで、なかなかね、こっちのやっぱ歌って聴いてる方にはもうお馴染みだと思うんですよ。で、ちょっとやっぱ抑えるの難しくなっちゃうんですけど、ここは挑戦ですね。そして、いろんな決め、今はちょっとシンコペーションとか出てきたじゃないですか。あの辺の細かいところは、前編の転調なしのところでいろいろ解説しています。例えばこの矢印マーク、シンコペーションだとかなんですけど、これコードが変わるだけでもう悶絶難しくなるんですよ。そこの代表的なところ、サビの一番最後のところちょっとやってみようと思います。ワン、ツー、夢が一つ叶うたび僕は君は舞うだろう強くなりたいと願い泣いた決意ミュアンとかめちゃ難しいですよこれもうセイヤが入ってくるところで決めがあるからねもう一回ゆっくりやってみようせーのーはい夢が一つ叶うたび僕は君は舞うだろう強くなりたいと願い泣いた決意今んとこめっちゃ難しいですこれで前半やったシンプル簡単コードでも難しいのにこれコード違ったらもうまあまあこの辺が醍醐味ですゆっくりここ練習してみるのがいいと思いますこんな感じであらゆる決めもですね前編のガズレレ必須コードでやったバージョンの時とそのリズム感は変わらないんですねでコードが変わってるだけだということでまあ詳しい解説はその前編の方でやっておりますんで、ご覧になってくださいいやーそれではやってみましょうはい、鬼滅の刃主題歌のリサさんの歌うホームランガズレレかっこいいバージョンやってみる1,2,3,4 さよならありがとう声の鍵悲しみを リサさんのホムラガズレレ流かっこいいバージョン店長ありで
やってみました。もう見慣れないコードがガッツガツ入ってきて、しかもシンコペーションとか入ってきますから、キメもあるしね。もう脳みそがね、バコーンってもうね、爆発しちゃってると思うんですけど、これさえももう楽しんでいきましょう。そういうわけで、今回特別編で、2つのね、前編後編とお届けしまして、まあ、整理しますと、この動画ではない、前編はね、ちょっとあの概要欄見たらリンク貼ってみますけど、ガズレレ必須コードで転調なしにした、まあ、比較的簡単バージョン。で、簡単バージョン、かっこいいバージョンをやっているということで。で、今日の方は、こっちはね、レベルが高いんですよ、ほんと。転調ありのバージョンで、その中で簡単バージョン、かっこいいバージョン、やってみました。皆さん、脳をこう、ガーッと活性化させて、楽しく音楽やってまいりましょう。さあ、皆さん、そうは言っても、ウクレレ、ほんとに簡単でね、ガズレレスタイルだったらいろんな方も、手軽に音楽できるんで、今度はぜひこのね、楽しさ周りの方にもお伝えください。ガズレレの YouTube チャンネル、ぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねとか、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。そして、いつも使っているガズのわがままウクレレ、これ、ソプラノサイズとコンサートサイズとか、いろいろね、選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、こうフレットの数だとか、そのね、事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーナーウクレレをオーダーしてくださった方にはね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますんで、必見です。まずホームページからご確認ください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ。こちらももうほんと500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック。リュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとか、チューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあこれからも面白い、こう、ミュージックライブを、楽しい、ミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ。楽しむ。これが真ん中にあって、日本音楽。素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようならごきげんよう。バイバイ。